はい、皆さん、ですね、こちら、先ほどのですね、続きで街の方を少しアレンジして面白くしました。はい、街の中をですね、電車が通るようにして、街の形、お店の場所などもですね、全部変えました。はい、では街紹介をお願いします。ここはホンダの店です。ホンダカーズね。ここははい。フェラーリ。フェラーリショップ来た。フェラーリショップではい。す。こっちはね、ファーストフード屋さん。はい、こここ。こはガススタでガす。スした、はいはいはい。これハマーです。ハこれマハマーがぴったりです。ー。ハマーがぴったり入るんだ。こんな感じでね、駅もあって。まあ、だいぶレールも変えましたよね、場所ね。で、東京タワーの位置も変わってます。この辺から見てもすごく楽しい街になってるよ。いいね。はい、それではですね、こちらの街で、電車を走らせてみたいと思います。街も
皆さん、ですね、車載カメラの映像も無事に撮れました。皆様最後まで、見ていただいて本当にどうもありがとうございます。はい、ということでですね、ルーニーズプラプラプラレール第3弾、この東京タワーのある街、これにて終了でございます。では皆さん第4弾でお会いしましょう。それではどうもありがとうございました。さよなら。ヒロピーもお疲れ様でした。どうもありがとうございます。